な。へえ。うんうん。お？そいつは犯罪者だぞ。それでも助けるっていうのか？罪は法廷で裁けばいい。俺は目の前の患者を助けるだけだ。へえ。うん。バイク型のペルソナか。ほら、我が輩も車になれちゃうし、なんていうか親近感。分かってねえな。四輪のパワーなめんなよ。まあバイクも悪くないが、大勢は運べねえからな。やっぱ我が輩は特別。運ぶ？いや、連れて行く。今一瞬頭になんか…ダメだ、何も思い出せねえ。はあ、まあ、分かんねえもんは仕方ねえか。今は金城に集中しなきゃな。誠はお前らと違ってクレバーだし期待できそうだ。それにしてもお前持ってるよな。我が輩も怠けてられんな。よし。そうだ、金城片付いたらメメントスの相談もしちゃおう。誠の頭脳なら何か。もしもーし。ユースケに続いて誠、こいつずいぶん引きがいいな。何か理由があるのか。まさかな。ごめんね、呼び出したりして。それはいいんだけど、生徒会室に呼び出されるのって新鮮。結構緊張するものなのね。私もちょっと緊張してるかな。あのね、私謝りたくて。今までいろいろごめんなさい。何のこと？鴨志田の体罰とかセクハラとか、私新島先輩のせいにしたでしょ。それ謝りたかったの。本当はずっと。高巻さん、後になって志保が助けを求めてたのに気づいて、何かできたはずなのにって悔しかった。自分がバカすぎて、自分のせいにしたくなくて、あの時新島先輩のせいにしたんだ。だからごめんなさい。ねえ、顔を上げて。私たち似てるんじゃないかな。鈴井さんや金城の被害に遭ってる生徒を私、誰一人助けられなかった。でも私は先生たちに言われた通りやってる。だから何にも悪くない。そうやって自分に言い聞かせてた。誰かのせいにしないと自分に価値がないって認めるようで怖かった。
だから必要以上に高牧さんたちにきつく当たったと思う。ごめんね。そっか。じゃあお舞妓？お舞妓って、そうだね。じゃあこの件は終わりでいい？うん。あ、それとね、価値なくなんかないよ。ちょっと無謀ではあったけど、結果として金城のパレス見つけられたし、改心させられる力だって手に入れたでしょ。全部新島先輩が自分でやったことだよ。高牧さんらしい。鈴井さんのことであなたに怒られた時、ずるくてちっぽけな自分に気づいたの。高牧さんいつも正面から言ってくれる。私結構鈍いみたい。アンって呼んでもいい？じゃあ私もまこと。照れるな。姉、甘いものでも食べて帰らない？じゃあ私おすすめある。セントラル街のクレープ屋さん、森がすごいんだよ。じゃあ半分こする？一個ずつ買って半分こずつで。はいはい、じゃあ放課後行きましょう。どれにいたしましょう。いらっしゃいませ。やれやれ。
お、何にするかい？いらっしゃいませ。ひらめいた！にゃー、聞きたいか？こいつでアンドのも我が輩にメル。お待たせ。あれ、モルゴナどうかした？私の話？実はだな、最近ずっと考えてたんだ。戦いにも慣れてきたし、どうせなら勝ち方にもこだわりたいってな。勝ち方、確かに同じ勝つならスマートに行きたいよね。だろだろ。で、我が輩にいいアイデアがあるんだ。アンドのさえ協力してくれれば成功間違いなしのすげえやつ。私が？分かった。何すればいい？さすがアンドの話が早いぜ。実はだなっていう感じなんだが。マジ？ダメ？いや、ダメっていうか、いろいろ無理じゃない？さすがに異世界でも。あれ、今のって。エース。まさか自分が怪盗に手を貸すことになるなんてね。これはこれでお姉ちゃんに知れたら。干渉に浸っている暇はないぜ。ええ、分かってる。その件で一つお願いがあるの。怪盗のイロハっていうか、異世界のこととか、そういう基本的な説明を聞かせてくれない？端的に言うと、あの世界は人の認知の産物だ。そのあたりは一度行った時に大体は。でも行き来の手段が何とも。スマホのナビなんて。名前と場所の2つの情報を言うだけでいい。しかも2度目からはブックマークまで可能だ。まさにアプリだけど、危険はないの？大丈夫だって、俺らもう何回も。そうじゃなくて、ナビアプリなんでしょ？サーバー経由で使用履歴が誰かに筒抜けだったりしないの？ちょっと、何その顔。まさか今まで誰も気にしなかったの？それは俺またノーガードだったわ。そもそも出所不明なんでしょ？私のスマホにもいつの間にかあったし。リーダーのあなたは何？花？よくわからんが、使っただけで筒抜けって心配はないと思うぜ。我が輩の見る限り、そいつは特別だ。確かに別世界へ行けるアプリなんて常識じゃ測れないけど、まあお姉ちゃんも怪盗団の正体は知らないみたいだし。我が輩らも全てを知ってるわけじゃない。ありがとう、努力するわ。それより写真のばらまきだけはやめさせないと。世間が面白がって炎上でもしたら。こればらまかれたら。なーに、期限までに片付けりゃいい話だ。こっから挽回すりゃいい。今回の獲物は仕留めれば世間をあっと言わせられんぜ。確かに絶好の機会だ。よし。よく聞け。賛成だ。私も乗るよ。うん。よし、一暴れするとしますか。ねえ、
私のことは何て呼ぶの？コードネーム使ってたわよね。察しがいいな。レベル高っけーな今回。肩パッド。着眼点ダメすぎるだろう。それは却下。ライダーは運び屋っぽい。却下。フィクサー？黒幕は違うわね。却下。もっといいのをちょうだい。女王様みたいだな。なんかあるか？うわ、それっぽい。しっくりきすぎて何も言えねえ。クイーン、いい響き。気に入った。それでいいわ。じゃあ今回の作戦を説明してくれる？作戦ないの？怪盗って無策でやってるわけ？とりあえずこの辺り見て回って、何かあったらナビして、それでシャドウがいたらぶっ飛ばす。まあいいわ、役に立てそうな気がしてきた。私の役目はモナの情報を分析して指示を出す、ブレーンってとこね。異論は？ナイス。スカルって絶対尻に敷かれるよね。モナ、ナビ始めて。はいっす、クイーン。こっちもか。ジョーカー書くか。猫的にか？ちっけえよ。他のより侵入者に敏感だったり足早かったりしそうだろ。だが敵が厄介ならむしろ好都合だ。あって驚く我が輩たちの新技。ちょっと前に。あれ、あー、もういけるぜ。どうするんだ。必殺我が輩の気持ちだ。ありがとう、センスいいじゃん。これでもストレイ。
決まった。こういうのどうだ？おいおい、暴いてやる。よし、こちらの先生だ。そこか。行くぞ、蹴散らせ、ドラゴン。敵ダウン。フォックス、さすがだ。甘すぎりにしてやる。これで終わりだ。決まったな。さて、いいぞ、いい調子だ。正体を見せろ。これでも予定があるんだけど。先制攻撃チャンスだ。行け。敵の相性を調べる必要があるな。能力の回転に覚悟の時間だ。疎い。消えすぎて落下する。くらえ。残り2匹。気を抜くな。ダンキー。出るぞ。どうしたの？これで。さあ、誕生か。これだ。余裕余裕。出るぞ。敵を撃破。ガンガン押して。我は汝、汝は我。敵を撃破。敵また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、正体を見せろ。
観念しな。急にいられても。軽いやつだな。こっちも陽気に行こうぜ。許しましょう。そんなことより、外気ですね。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、正体を見せろ。よし、こちらの方向だ。おいいぞ、ボクス。バトンと、まだ終わらないぞ。意見を押し付けるのはよそうぜ。今が引き際だ。よし、正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。嘘だ。戦力は五分ね。油断は禁物よ。いただいていく。ケチロス、ゴエモン。敵ダウン。フォックスさすがだ。やれやれ。クラス
そうなやつだな。適当に相手してみろ。嘘だろ。暴いてやる。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。よし、この程度俺一人で十分だったな。正体を見せろ。我が輩の魅力がまた増えたな。
おい